Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。8月10日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。王子ですね、今週の日曜日にですね、誕生日を迎えましてね、皆様方からね、お祝いのメッセージをいただきまして、ありがとうございました。滑り王子、25歳、マスクマンでございます。はい。滑り王子も、無事に誕生日を迎えたということで、8日の日でしたね。そうですね、ありがとうございます、ね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうですか？ん？今何歳だったっけ？いや、ごめん、王子は永遠の。だから今25歳って言ったでしょ？永遠の25歳だったっけ？うん、そういう手、手でやってますので。おだまり、はい。気持ちだけ25歳なんですね。そうなんだよね。体の中70ぐらいなんだけど。はい。ふざけるなー！はい、すいません。味噌煮込みスキーと。今日ですね。あれ？聞こえるかな？今日ですね、名古屋の繁華街に少しちょっと通ったんですけど、人が多くてですね、いやいや、この多さどういうことっていうふうに思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはブルーベリー。今週のテーマはブルーベリーです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーですけれども、本日は誠もち店さんからの告知になります。22時19分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、沖縄の紅芋丸焼き誠もち店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メッセージを読んでいきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。先週のメッセージがね、実はたくさんまだあるので、そうですね。お願いしますね。はい。はい。泉さんの特急サナさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。テーマはね、マッサージ、ね、王子の大好きなマッサージで。僕が好きなマッサージは腰のマッサージです。腰痛持ちなので、接骨院に行き、よく腰のマッサージをしてもらい、腰痛を取ってもらいますね。ということでございます。ね、腰痛いのも辛いですからね。ああ、辛いですよね。慢性的なものはやっぱり結構ね。そう、気をつけないと、ぎっくり腰になりますので、ね、腰は大事ですのでね、サザンさんね、お気をつけください。ね、腰はね、やっぱり要っていう字が入ってるぐらいですからね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、では行きますね。はい。名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。8月に入って暑いですね。皆様、水分補給をお忘れなく夏を越しましょうね。マッサージ。前は定期的にロミロミというハワイのマッサージに通っていましたが、最近は、新旧に通っていました。しかし、ここ、新旧も通わなくなりましたよ。
それは毎日ラジオ体操第一と第二をやるようになってから腰痛や筋肉痛がなくなり、最近はどこにも行ってませんね。たかがラジオ体操、されどラジオ体操ですね。皆様は最近はいつラジオ体操をしました？マッサージ機はたまに空港の待ち時間があるときにやってます。うん、ラジオ体操はいつでしょうね。ねえ、最近やってないですね。やってないですよね。あの公園で毎朝ラジオ体操が聞こえてくるんですけれど、今あれかな、あの夏休みの子供たちのあれですか？いや、子供たちもやってた時期もあったんですけど、今短いんですよね、ラジオ体操の時間って。あ、そうなんですか。その時間っていうか日数ですね、うん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 、今はね、最近見ると割とシニアのなんていうんだろう、いつもと同じメンバーの方がなんかやってる感じでした、うんうん。でもね、ラジオ体操本当にね、きちっとやるとね、うん、かなりきついですからね。結構ハードですよね、うん、あれね。だからそれだけ、うん、体に効くってことですよね。ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、銭形警部からです。はい。このちらのテーマのマッサージで、はい、はい、お送りします。最近日曜日の休みにサイドビジネスをやった翌日、サイドビジネス？うん。はあ、腰がズキズキ、痛みが引かなかったので、整形外科に行き、マッサージと注射を施してもらいました。あれ、結構ひどいですね。注射までしなきゃいけないってことは。ね、結構、うん、ね、うん。あとは、飲み薬もいただきました。仕事だけでなく、サイドビジネスなどのプライベートも忙しいあまりに、自分の体をマッサージしていることが少ないので、これからは無理をせず、定期的にマッサージすることを意識していきたいと思います。ということでございます。かなりきついサイドビジネス。ねえ、どんなんでしょうね。かなりハードですね。ねえ。ねえ。あ、R&K のパパさんがね、はい、ラジオ体操は、我が茨城県が発祥なのですって。そうなんですね。知らなかった。知らなかったです。シナマモロトモさん、ロミロミ気持ちいいですよねって。え、王子それわからないんですか？肘の指圧って。ああ。伸び伸びやってもらったことあります。ハワイで。ああ、そうです。ワイハーです。うん。ワイハー。ワイハーで、うん、うん。いいですよ、なかなか。ああ、そうなんですか、うん。はい。ただね、なかなかね。そうですね。チャンスがないのとお値段がなかなか高い、ね。ああ、そうですか。ね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、マッサージ。僕はここ2ヶ月ほど前から約1年ぶりに近所のイオンタウンにある新進堂というマッサージ屋さんに2週間おきに通っています。凝り固まった体と歪んでしまっている体を矯正、マッサージしてもらっています。痛、気持ちよいです。定期的に通うのは懐事情が気になるところですが、自分自身の体のメンテナンスと前向きに捉え、割り切って通おうと思っています。もう少ししたら体を動かし、運動を再開していきたいなと思ってます。ということで。うん、ね、こうマッサージ店に行くと気持ちいいですよね。やっぱりでも、定期的に通った方が本当はいいんでしょうね。うん、やっぱりね、そうやって、歪みとか、ね。うん、先生たちも言いますので、うん、特に王子はね、もう元々こう筋肉が硬いので、うん、なかなかほぐれないんですよね。そうするとね、やっぱり1回、2回ではダメなので、ちょっと長くね、通って、この筋肉を、ほぐしていきましょうとよく言われますけども。うん、でもね、だいたい一回行くと、調子良くなってね。やめちゃうんですよ。うん、数ヶ月またあれですけどね。で、また凝り固まって、先生に怒られるっていうパターンで。そう、まあそうだよね。なんで来ないの、うん、って言われる、ね。そうそうそう。まあでもやっぱり懐事情ですよね。そうですよね。本当に。ね、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。続いてですね、うどん県大好きさんからです。はい。ありがとうございます。私は猫が大好きで、猫の顔をマッサージしているときの猫の満足している顔が可愛いです。猫のゴロゴロ音もたまりませんね。ってことでございます。あ、猫ちゃんのお顔はこう何グリグリしちゃうってこと？マッサージするってことはもう、なでなでするっていうのかな？なんかでもわかりますね。猫ってなんかちょっと気持ちよさそうな顔する。あ、そうそうそう。うん、ね、お目目つぶってね。なんか眠くなりそうな感じ、ね。なんとも言えない顔ですよね。ね、そういう、ああ、いいですね。癒されるってことですね。癒されますよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンさんさん、みそさん、王子、こんばんは。こんばんは。こんばんは。演じるワシントンこそ、シュプリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーママッサージ。
大好きです。サンドの飯より好きです。サラリーマン時代は月4、5日で京都、東京を出張で往復してたので、泊まり込みの時はご褒美マッサージよく呼んでましたよ。ちなみに沖縄旅行の最中、那覇で嫁をマッサージ、かっこエステに無理やり突っ込み、悪さをしていたのは紛れもなく私でございます。ではでは今夜も放送を楽しみにしています。あら、あの、いいですね。このエステのマッサージはまた違いますよね。このアロマとかいろいろあるじゃないですか。でもちょっと気になるのは、無理やり、その奥さんをエステの方へ行って自分は何をしてたのかなっていう。それは違う、あの、マッサージ店です。なんかすごいもやもや して、ね、しながらこのメール読んだんですけど。それはもうあの、王子はわかりますよ。うん。やっぱりね、あの、なんか、まあ、それは奥さんはね、多分きっと気持ちよく行っておいでって言われて、はーいって行くんでしょうけど。うんうん、で気持ちよくなるでしょ。で、あの、ご自分も、うん、あの、いい意味で気持ちよくなるっていう。なんか、もやもやするなぁ。そこまで聞けないの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね。はい。今週のテーマのね、ブルーベリー、ね。ようやく今週のテーマに。はい。はい。敗退名古屋チームの皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。木村選手の金メダルが嬉しいけど、道着からキラッと見える胸が好き。アレックスです。結構、アレックスはそういうとこ見てるよね。ね、見てるね。ね、はい、今はブルーベリーよりも沖縄の芋のチュラ濃い紅の方が目に良いです。でもブルーベリーは爽やかな味で生でも食べれる。もしドライアイの私は、あ、ごめんなさい。もうドライアイの私はチュラ濃い紅、ん?チュラ濃い紅だね。うん。うん、チュラ濃い紅。もブルーベリーもダブルで楽しんでいます。こちら濃い紅という芋なんでしょうね。ああ、はい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 、はい。お芋にも含まれてるんですよね。うん、成分がね、うんうんうん。そういう目にもいいところですね。結構そうするとね、あのブルーベリーってあのお肌が綺麗な。あのやっぱりあの紫色のあの成分がね、うんうんうん、そのやっぱりいいんですよね。そうですよね。うん、で、あの、体の中の、この、何の、こう毒素も抜くようなね、作用もあるみたいですので、うん、結構綺麗になりますよね。うん、そんなの王子食べたらいいのかしら?あの、お肌ツルツルになっちゃうけど。うん、うん、うんって。うんって、そう、ちょっともうちょっといいリアクションしてよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先ほどね、あの、埼玉の郷さんがマッサージの話で、お互いウィンウィンっていうことで。なるほど、そういう考えもあるか。まあまあ、そうですね。はい。じゃあ、紹介していきます。このテーマを考えてくださった、品場もろともさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、滑り王子さん、滑り王子マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。恥ずかしながらと言いますか、自分は大人になるまで、ブルーベリーの実物を食べたことも見たこともありませんでした。でも、うん、小さい頃からブルーベリーの存在をしていたのは、ロッテの板ガムのおかげ。あ、なんかそうですよね、うん。なんか実は、そうなの。一番最初にブルーベリーって、板ガムですよね、やっぱり。そうだね。うん、これ食べてたよね、うん。うん。で、続きありますよ。はい。はい。自分が小さい頃は、ガムといえば板ガムだったし、味の種類が少なかったんですよね。グリーンスペアミント、梅、コーヒー、クイッククエンチ。懐かしい。と並んでブルーベリーがあったんです。すごく強烈な香りと、酸味が印象的で、それに慣れていた自分は、本物のブルーベリーを食べたとき、これはブルーベリーちゃうやろうと思ったほどです。今でこそポリフェノールの代表格みたいになってますけど、昔は本当珍しかったですよね、っていうことで。うん。でもあれ、美味しかったんですよね。こう食べたときにね。でもやっぱり強烈な香りでしたよね。うん。ね。だからブルーベリーってこういうもんなのかなって、確かに思います。思ってました、子供の時は。でも、やっぱり子供の頃は、食べてないですもんね、その本物の、ね。生の果実ってやっぱり、なかなかジャムが珍しかったかなっていうぐらいでしたよね。ね、今はね、うん、スーパーで本当に簡単に手に入るし ね、安くなりましたよね。はい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 、続いてですね。はい。マスクの奥は素敵な笑顔のマスク王子。ああ、それ私のことですね、やっぱり。ね、マスクの奥は素敵な笑顔のマスク王子。そうなんだよね。最近ちょっとね、こう、素敵じゃなくしてね、こう、ちょっとダンディーにしようかなと思って。
おだまり。ダンディを目指す。そう、ダメかな。おだまり。いいよ。いい？うん、ダンディ目指して。ありがとうございます。ダンサーズさん、ミソニクミシティさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーでーす。ゴーでーす。ジャパン。爽やか生活のブルーベリーしか出てきませんが、ブルーベリーは目に優しいイメージがありますね。あと、洋服についてしまったら、シミになります。ブルーベリー、ああ、ブルーベリー、ブルーベリー。あれ、それ書いてあるの本当にそれって。書いておりますよ。あ、よかった、今。作ったかと思った。そう、私も、王子が作ったのかなと思って。いやいや、今はね、うん、こんな感じでいいかなと思って。うん、もう爽やか生活のブルーベリーってわかります？あー、なんか、あれですよね、健康食品の。うん、あ、もしかしたら、歌があるんだよね、きっと。ドライフルーツみたいになってるのかな。あ、埼玉のゴーさん、ダンサーさん、味噌煮込みすきさん、ごめん。いや、ちょっとね。ゴーさん、謝らないでください。この男が持ったかなと思って、すいませんでした。違うよ。リバーブかからないからびっくりしちゃった。たまにないこと読むときあるからさ、また作ったんだと思ったのよ。はい。思わず原稿を見ちゃいました。ちゃんと書いてありました。はい。ということで、はい。CM ですね。はい。キウナゴヤ。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナゴヤ。はい、名古屋栄養のコーナーです。本日は、はい、スポンサーであります誠もち店さんの告知のを事前に録音しております。はい、でこちらですね、収録したのが3週間前でして、日付の方が7月の日付を言っておりますけども、正確には8月22日に開催されるイベントの告知になります。それではお聞きくださいませ。今夜の電話ゲストは収録になりますけども、
つもお世話になっております本部町にあります誠餅店さんの日賀さんになります。こんばんは。はい、こんばんは。誠餅店の日賀愛子と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いつもネット通販の方でお世話になっておりますいつもこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今日は誠餅店さんの方で PR されたいことがあるということをお聞きしたんですけども、どういったことになりますか？はい、そうですね、旧名古屋の方でもいつも紅芋丸焼き宣伝させていただいてるんですが、はい、そちらを扱ったイベントと申しますか、はい、今度オンラインマルシェというものがございまして、はい、ほぼ県人会っていうイベントなんですけども、はい、そこで毎月第4日曜日に出店することが決まっているんですね、はい、でも今はね、なかなか特に沖縄だと対面っていうのが厳しくて、イベントっていうのが全く先行き不透明な状態なんですけども、ちょっとね、日本全国の方でこんなの売りたいよとか、こんな技持ってるよって方たちが集まって、 Zoom というアプリを使いまして、そちらで商品のアピールだったりとか、はい、私とお話できるよみたいな会になっております。これは何か Zoom があって、その中にブースがあるような感じなんですか？もうまさにおっしゃる通りで、ええ、そのブレイクアウトルームという機能を使うんですけども、はいはい、お店ごとに小部屋で分かれていただいて、ご来場されたお客様が好きなブースを見に行くみたいなスタイルになっています。はい、これズームということでお聞きしたんですけども、うん、参加方法ってどのようにされるんですか？そうですね、普通にズームに入っていただきまして、はい、私が参加するのはとりあえず東と西というブロックに分かれてるんですけども、はい、沖縄なのでね、ほぼ沖縄県人ということで、西ブロックの2番というところにいる予定ではあるんですね。はい。はい。で、今回のイベントですと、ちょうどね、今週の7月25日の、だいたい朝9時からお昼の12時までの3時間の運営になっているので、もしね、お時間ある方、私とおしゃべりしたいなって、リスナーさんがいらっしゃいましたら、来ていただけるととっても嬉しいです。ありがとうございます。ズームの方ですけど、ズームの方は ID があるんですよね。そうですね。まだちょっとご案内が遅れてるかなと思うんですけども。はい。はい、今こちらで確認しますと、8929343194911ってありますので、こちらまたですね、はい、ネットの方で、SNS の方で告知させていただければと思います。うん、ありがとうございます。はい、もう初めての出店でね、ちょっとどうなるかわかんないんですけども。はい、なので、商品を買うっていうよりは、ちょっと、どんな食べ方なのとか、どんな調理方法なのとか、はい、ただね、お話を楽しみたいわって、軽い気持ちで来ていただけたらとっても嬉しいです。そうですね、もうこう、今ですと、本当に実際のこういった出店っていうのがなかなか難しい時期ですので、こういったズームで、見て聞いて、またお店の方と質問できるというのはなかなかいいですよね。そうですね、やっぱりこのイベントの醍醐味がね、対面で話すっていうのがあると思うので、はい、なかなかね、そう調理して見せるって言っても、なんかお腹空いちゃったってだけになるかもしれないんですけども、はい、はい、新しい形としてね、はい、どんどん挑戦していきたいなと思っておりますので、ぜひぜひお願いいたします。ぜひですね、皆様お時間ありましたら、第15回オンラインほぼ県人会、こちらの方で参加できるズームミーティングになります。詳しくはまた SNS で告知させていただければと思います。はい、はい、本日はどうもお忙しい中ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。というわけでですね、こういったような告知でございました、うん、はい、ほぼ県人会、うんうん、最初ですね、入り口のコード、このズームの ID がありまして、そこからですね、コンシェルジュがいますので、そのコンシェルジュに、はい、案内をもらえ、言えば、どこへどうするっていう案内が、教えてもらえますので。そうですね。はい。うん、そこで、詳しくはお尋ねいただければと思います。はい、やり方懇切丁寧に教えてくれますので、うん、ぜひね。はい。この ID で、とにかく沖縄に興味がある方なら、はい、沖縄県の方じゃなくても参加できますので、はい、ぜひぜひ参加していただけたらと思います。はい。はい、ということで、本日の名古屋栄誉、はい、誠餅店さんの告知でした。ギュナ名古屋。
はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近はブルーベリー入りのヨーグルトを買っていないのですが、昔は体の健康と目に良いと聞いたことがあったので、ブルーベリー入りのヨーグルトはよく食べていました。あとはブルーベリーケーキも美味しかったのでよく食べていましたね。久々にブルーベリーヨーグルトやケーキが食べたくなってきました。ということでございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、いいでしょうか。はい。はい。四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。ありがとうございます。土曜日に1回目のコロナワクチン接種がありました。体温はずっと平熱で食欲も普通でしたが、注射してもらった左腕がずっと痛くて、絆創膏の上から湿布を貼って、スポーツドリンクをガブ飲みしながら、クーラーの効いたベッドで日曜日まで寝てました。2回目は3週間後です。それはさておき、今夜のテーマブルーベリー、はいはい。ヨーグルト大好き人間の私はスーパーでブルーベリー味のヨーグルトを見つけると必ず買ってしまいます。あと、テレビの高校野球中継でイニングの合間に画面の下半分がアニメになってて、ブルーベリーっぽいキャラクターが出てきてドタバタを繰り広げる CM を見ると夏だなと感じます。沖縄や名古屋では見られるのかな？関西なのだけでしょうか？ではでは、ってことで。これ、わかります？今野球見てないですので、うん、ちょっとそうなんね、うん、見てみたいですね、はい、なんか面白いキャラクターね、うん、はい、ブルーベリーっぽいですよね、確かに、はいはいはい、ではもうエンディングですね、早いですね、あら早い、はい、はい、来週のテーマは鳥チキン。来週のテーマは鳥チキンです。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございます。ありがとうございます。菅島のカーズ兄さん、バードじゃないです、鳥です、チキンですよ。はい、なんで沖縄ニュアンチュールさんが、あ、夏の高校野球のあの CM、 大阪の ABC テレビの、あ、 ABC テレビのみでやってますねってことです。関西で、大阪だけなんですね。関西なんだ。はい、はい、ということで、はい、本日もありがとうございました。はい、まだありますよ、10秒10秒ある。いつものやついくよ。はい、行きますか。閉店ガラガラ。はい、お聞きくださいまして、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今週もツイキャスで皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おがちからもちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケイドバーさん、23日はジミーデイっていうことです。あ、ジミー。ジミー。いいですね、ジミーも。泉さんのトッキーサナさんは、焼き鳥が好きですって、もうすでにテーマに答えてくださってます。焼き鳥食べたいな。焼き鳥食べたいですね。ねえ。ナッティーナツコさん、見て、聞いて、イベントの醍醐味。はい、ということで。ああ、はい、はい。今週も、ツイキャス頑張りさい。来週も聞いてねー。